はい、次の日。次の日？あ、そっかそっかそっか。いつも実技テストまで飛んじゃうけど。見るもんね。映像。なんか、すごい。みんな密集してるね。お！また最後の部分だけ。エリオットキュンどうだった？いや、そこを真似しろとは言ってないよ。いや、だってファルコムさんといえばバイオリンですよ。バイオリンは映えるぞ。何気にいたよね、リーンとか。でも、竜とか、難しいね。あ、アリさん、バイオリン切るの？言ってたっけ？なんか言ってたような気がしてきた。誰歌うのじゃあ。ピアノ弾くの？すげえな。おお。1ヶ月ですごいね。そんなもんかな、準備って。え、待って、誰が歌うのこれ。不安だね。楽しくなってきたね。はい、実技テスト。そこに そこに女子は入らなくていいのかな？ かにね。え？あ、5歳どころじゃん。まあ確かにね。また細かい。女は20代後半からが本番。男は渋ければ渋いほどいい。ま、負け惜しみなんかじゃないんだからね。そっか。お、区切りとして。おっと、もしかして、教官と？そうだね、5月か。今9月だもんね。2名選びなさい。 選びなさいときたか。
完全に勝ちに来てるんだけどこれ完全に勝ちに行っていいですかね。では準備します。さあ、ぶっちゃけ1回で勝てると思ってない一応回避率上げて、で全状態以上で、パッションルージュを2つつけてみたで、おー、アークスはこんな感じで、ラクレストとアダマスシールド、アダマスシールドってあれだよね、アダマスシールド物理防御のやつだったと思うんで、ちょっと地属性圧を半減したり駆動もつけてみたりしました。こんな感じですかね。タクティクスこんな感じにしとくか。よし、行きましょう。条件なんだろう。本気みたいだね紛れもない達人相手、せめて胸を貸してもらおう。え、これ買ってる系だよね。準備はいいわね。うん、入学して半年、君たちならそろそろやれるはずよ。ほんと、サラ・バレスタインという壁見事乗り越えてみなさい。かっこいい。はい、君たちの全力見せてもらうわ。うん、誰もピンチにならず、誰もピンチにならな、え、誰もピンチにならずに、え、誰もピンチにならずにっていうか、え、パーティー全体がピンチにならずにっていうわけではなく、顔を歪めた瞬間にダメっていうこと。マジか、40ターン以内に戦闘勝利、きつ私の番だ。マジか、きつっ。ちょっとラフル、どうしよう。いいと思う。砕けちゃえ、砕けちゃえ、崩したぞ。しかい、うん、させるか。ナイス、当たってる。俺の番だえ、あー、ブーギー入るの。そっか、魔法反射ブーギー4ターンか、きついね。4ターンブーギーか。ちょっとなんか気の利いたものある。ブーギー、ブーギー、ブーギー、あった。はっ、いける。うん、うん、とりあえずエコピッて、みんな元気を出して。うん、あ、これ燃え盛る、メッツ、メッツ、おー、行くぞ。暗闇入った、めっちゃいいじゃん。ちょっと今更だけどバトルフォークしとこう。7組担当教官にして自然と呼ばれた元遊撃士、凶悪な拳銃とブレードを獲物にとてつもない猛攻を加える。ナイス、いいですね、うん、2回エコビットこうかなみんな元気を出して、うん、で砕け散れ、いいのでは。ほい、アルディードの危険、とくと見よう。オーギー、コーディンランプ、いけるいけるやるわね。待って、だったら本気で行かせてもらうわ。ほんと、ちょ、あ、
あ、これはやっちゃっていいですか？すいません。炎よ、我が剣に集え。あ、意外といけました。成長したわね。戦闘終了。よっしゃ、先に進もう。よかったのか。まあいいや。かっこいいところ見せれたね。お、やった AP に。おお、膝ついとる。はあはあ、なんとか勝てた。ほんとね、嬉しい。やれやれ、半年でここまで来たか。まさかあれほど息の合った連携を見せるまでに大きく成長していたとはね。共感冥利に尽きる。おお、すげえな。化け物かよ。すごいね、ザラキョ。あー、なんだ。疲れた。なんだ、かわいい。ね。かわいくない？なんかめっちゃかわいい、ザラキョカン。正直ちょっと感心した。ちょっとこれボイス欲しいな。これで心置きなく実習値が発表できる。そんなすごいとこなの？あ、ガッ。よっと。受け取りなさい。なんだろう、どこだろう。半分けも気になる。はい、9月特別実習 A 班、リーン、アリサ、P、マキアス、エリオット、クロウ。はん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 。はん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 。B 班、エマ、ラウラ、ユーシス、ガイウス、ミリアム。あれ、オルディス一緒で、わしらが違うね。コート、ル、あ、ルーレ。あ、ルーレに行くのか。へえ、そっかそっかそっか、なるほど。あ、オルディス話に出てきただけで出てないんだっけ。行ってないか。人口40万を誇る。あー、そうだ、そこで聞いたのか。なるほど、ちょっと混乱してたわ。そこにユーシスを連れていくっていうね。そっちか。潜入って。いろいろ考えてるから安心して。ログナー公爵。サイスみたいな感じなんかな。おお。じゃあ気合い入れていかなきゃね。おー。
まとめていくね。はい。ランクアップだね。うん。はい、学院からの特典だよ。オーラジャケット。おお。リンくん、本当にお疲れ様。はい。9月25特別実習日。はあ、特別実習また始まるね。8時20分。まだ来ていないのはエリオットと先輩だけか。8時20分いつもより全然遅いね。昨日は遅くまで出し物の企画を練っていたようだからな。まあ、ステージの方向性は大体固まったんだけど、曲と演出については2人ともこだわりがあるみたいでさ。うーん。なかなか楽しそうなステージになりそうだね。エリオットはともかく、クローの方は気になるわね。まあ、それについてはまずはお任せするとして。それにしても昨日の夜はいささか驚かされたの。教官があんなことを言い出すと。何何何。ああ、そうだな。夜、前日夕食時。なんだなんだ。そうそう、明日は出発前に士官学院に寄ってもらうわ。朝9時にグラウンド集合。 A 班 B 班ともに遅れないように。へえ。サラが唐突なのはいつものことだけど。まったく、一体どういうつもりだ。西部にあるオルディスなど列車だと8時間はかかるだろう。あー、8時間。ええ、到着する頃には日が暮れてしまいそうですね。うん、ルールだって5時間以上はかかるんだし。だよね、だよね。なんかえらいゆっくりしてるなって思ったら。どちらも始発列車に乗っていてもいいくらいなんだけど。うん、1日目は移動で終わっちゃうね。シャロン、思わせぶりに控えてるけど、何か事情でも知ってるわけ？ルーレが実習先になるならまた先回りするんでしょうけど。滅相もありません。あくまで皆様のお見送りをさせていただいているだけですわ。絶対先回りしそう。それに事情の方も知ってそうだけど。ごめん、ちょっと寝坊しちゃった。ああ、おはようさん。いいんやで、エリオットキュン。おはよう、二人とも。これで全員揃ったな。9時にグラウンドに集合だっけ。何のつもりか知らんが、まだ余裕はありそうだな。うん、 A 班 B 班とも改めて出発するとしよう。お互い出発前の最終準備もあるだろうしな。そうだね。くれぐれもお気をつけていってらっしゃいませ。おーい。じゃあさすがに上には誰もいないというわけで。うん。今だったら全員の料理ができるっていうわけじゃないのか。さて、じゃあちょっと他のメンバーの装備を取っておこう。さあ、ブレイブとかも経験値入った状態で帰ってくるんかな。だったらさ、日頃使わないやつをさ、経験値入れてもらった方がよくない？とちょっと思っちゃったりするんだけど。ちょっとアリエスは変えとこうかな。
やろうと思ったんだけど、そろそろ時間切れで。次やるのが、1週間後から1ヶ月ぐらいになってしまうかもしれません。まあ、ここで切るのが一番でしょう。なんか、1週間すごいぶっ続けで千の奇跡やってたんですけど、パート64ぐらいからぶっ続けてやってましたね、1週間で。楽しかった。よし、じゃあ一旦、私は休憩しまーす。というわけで、1ヶ月後に撮ってます。すごい久しぶりだ。ていうかさ、いつの間にかここめっちゃメンバー増えてるね。私はさ、この千の奇跡回を始めた時、もうすでにメンバーが揃ってるセーブデータを持ってたから、最初はリンク一人だったっぽいんだよね、ここね。で、ウィリアムちゃんとクロウ先輩がいるって感じですね。ちょっと待って、なんか花粉症でさ、喉が腫れてて声が変な感じですけど、気にしないでください。よし、じゃあロボとしてやっていこう。ちょっと EP が減ったからさ、寝ようと思ったら寝られないんだね。まあそらそうか。今リン君の部屋にいるんだけど、動力カメラ、今さら。本ゲームはプレイステーション4のスクリーンショット機能に対応している。そういうこと待って。そういうこと？あれだよね。これだよね。できるよっていうお知らせ？なるほどね。まあ、たまに Twitter に上げてますけど。待って。ここに人がいる。シャロンさん。ありがとうございます。さあ、行きますか。久しぶりだ、プレイするの。そしてからの朝の朝のお二人、おはようございます。ギック、でもなんかマフラーかなんか作ってるって言ってたね。セーターか、ギックって。まず入れないよね。よいしょ。とりあえず学校に行くっていう話ですけど、それまではお話をね。なんということでしょう。まあなんかあれだよね、何したらいいかわからない人に手を差し伸べてくれる的な。お、3人？なんか最近ガイウスとさ、ユーシズが尊いんだけど。ミリアムとユーシス。なんでこの二人謎のなんかこう仲良さを誇ってんの。開いてたんだっけ？開いてないか。で、じゃあカフェ。確かにね、9時になってもまだ行ってないんだって感じよね。誰もいない。猫ちゃんもいない。はい、次。移動、ボタン移動の方が早かったかな。なるほどね。
ないがしろ、うん、まあそうね、仕事のせいにしてっていう話。よし、じゃあワープで飛んでこう。またミューヒットさん何を指してるの。うん、会っちゃったね私たち。そっちも気になるんだよね私らルーレだからね。すごいね、なんか学生のうちからその特注品作ってもらうって。あら、お掃除中？うんうん。二人っきりだといいねどうよ。うん。大人になってるっていうことだね。買い物大丈夫なんだっけ。大丈夫だね。では、あらかた回ったか。じゃあ両方面の前に釣りだな。アイゼンガルド連邦、あ、行かないんだ。こうやってる？こうやってるね。よいしょ。こっちは開かないと。じゃあ教会。そうすると、いつも、あら？お話ししてる。なんだ、サザーランドの人なんだ。うん、なんかめっちゃ楽しみ。音楽とかも楽しみだしね。よし、じゃあ寮、まず第二学生寮から。猫ちゃんお前な、あ、そっか、入れないんだったね。お話だけでもほんとね、何が待ってんだろうね。というわけで終わりかな。